はい、皆さんこんばんは。本日も始まりましたトーク会議 TV。 早速ですが、各週火曜日にお送りしているフリプレイですが、大リニューアルしました。ちょっとはい、ですね、今回、今までちょっとダステルさんが MC として来てくださっていたんですが、今回からはこちらですね、皆さんから見てどっちだ、左だにいるダソクさんに MC を務めていただきます。よろしくお願いします。しゃあ今日一の大きい声出てる、簡単な自己紹介とかお願いしますね。自己紹介ですって。38歳です。最近年齢をしてるんですね。年齢をし、いやね、本当若く見えるね。年の割には若く見えるということによる仕事が来ないかなって思ってなるほどね、はい、来そう。もうなんか化粧品とかこれ使ってますって嘘ついて、嘘ついて普段使ってないのに。ダメでしょそれ。ダメでしょそれ言っちゃったら。はい、はい、そしてね、もうちょっと割り込んできてますけど、ゲーム実況といえばこの方、コウスケさんです。はい、どうも、最初に飛び出しコウスケです。よろしくお願いします。自分で拍手するから、これは自分で拍手。はい、よろしくお願いします。そして私はアシスタント務めさせていただきます、あやたんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。美しい。でちょっとリニューアルの一発目の意気込みということで、はい、ちなみに前回、2回やってるんですけど、9月のうちに、見てますか？うん、大丈夫、あっちで見てる。そうじゃない、放送見てるかってことでしょ。前回の放送見て、前回の放送見てた。全然全然見てない。見てない。どういう雰囲気か分かんないんだね。この番組をあるのね、昨日知った、ね、昨日連絡しましたもんね。ダゾクさん明日よろしくお願いします。明日よろしくお願いします言われて、何？そうそうそう。ダゾクさん明日現場一緒ですよって言ったら、もうそうなの。そうそう、よろしくって。大丈夫？大丈夫？大丈夫ですよ。急な話。でもね、久しぶりに会うね、みんな。確かに確かにね。何年ぶりだろう。1年以上経ってるね、とりあえず。へえ。ダゾク、あやたんと最後になったのいつだべな。全然。あったわ。ほら池袋。あ、池袋ね。うん、池袋。でダゾクさんはあれだ、夏コミ以来。なるほど。ですね、うん、夏コミにいきなりビンタされましたから。そうだね。まあそんな感じの3人なんですが、東海 TV の概要を説明したいと思います。でこの東海議 TV なんですが、9月1日から先月からですね、東海議までの151日間、平日3番組、土日は特番でお送りする日本最大級のゲーム番組放送局となっております。はい、なるほど。その中で今回のですね、打足のフリープレイは各週火曜日の1時間目にお送りする予定です。はい、なるほど、あ、ここが盛り上がるのかね。そう、盛り上がるところだからね。1限目、はい、いつもね、3限目とかに呼ばれてこう終電ギリギリで帰ってるんですけど、よかったね、早く。これ終電早いんだよね。早いですよね。そうそう、確かに早いね。はい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 、でもね、今日はゆっくりできるんで。はい、でこの番組は PS プラスや Nintendo 3DS などで配信されているさまざまな無料ゲームをダソクさん、コウスケさんがプレイしていくというゲームになっており、ゲームコーナー企画番組になっております。で今回も、PS プラスで遊んでいくんですが、今日ちょっと発表されたばかりのタイトルが、はい、10月の更新情報を紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃん、こんな感じですね。はいはいはい。でまずプレイステーションプラスとは何ぞやと、プレイステーションネットワークでお手頃価格で利用できる定額制のメンバーシップサービスで、1ヶ月の利用券はなんと476円で気軽に楽しむことができますよと。なるほど。先行体験やディスカウントなどお得なコンテンツがたくさんあるんですが、その中でもフリープレイは目玉になっております。はいはいはい。で今月のフリープレイタイトルはこちらです。じゃじゃん、ね、はい、はい、ですがご存知のものありますか？全然今日やるゲームじゃないですけど、電撃文庫ファイティングクライマックス。おお、これはあれですね、この前2が発表されたやつの1ですね。はい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 、追加キャラができた2なんですけど、詳しいですね。はいはいはい。まあその他にもトライアルではニコニコでも大人気の地球防衛軍3やバレットガールズなども遊ぶことができちゃいますよと。メタスラ、はい、メタスラありますね。いいね。で今週末
10日から11日なんですけど、うん、PS プラスに加入していなくてもオンラインマルチプレイが楽しめるお得なイベントもございます。何、あ、そんなのあるんですか。はい、なので詳しくは PS プラス公式サイトをチェックしてほしいということですね。あ、本当だ、書いてる。週末はオンラインゲーム遊び尽くせということで皆さんチェックして、10月の10日の土曜日から11日翌日ですね、うん、はい、はい、というわけです。でこのフリープレイは毎月さまざまなゲームタイトルに更新されていくんですが、次回の更新はなんとですね10月の7日ですね。明日、あれ明日じゃないですか。もう、はい、はあはあはあ、明日となっていて、で今日タイトルが発表された。なるほどね、はい、はい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 、なので今日プレイするフリータイトル、はい、なんと、はい、明日から公開されるタイトルを特別にプレイしちゃう。なるほど、じゃあもう明日から皆さんできるんですね。はい、プラスに入ってる人だったら、はい、でも我々はちょっと一足先にやったやっちゃうズルということです。ズルできるということですね。ズルってまあまあまあ、で今回のタイトル、気になるタイトルはですね、はいはい、現実の音楽 CD からモンスターを召喚するという新、うん、真新しいシステムで世界を驚かせたあの名作の第2弾、はい、モンスターファーム2でございます。いやモンスターファーム2、うん、いや懐かしいな。まあね、台本によるとね、打足さんがメインの番組で初回にぴったりだろうということなんです。あ、なるほど、打足さんもしかして最近 CD 発売なんかあるんですか。全然嬉しそうじゃないし、え、告知みたいなのもしていいんですよ。まあまあまあ、一応ね、ありますよそれは。つい先日ね、うん、発売されましたよそれは。発売されたけど、発表されたんですね、うん、別にいいんですよ、言ってももっと声を大にして進行上でちょっと言ってなんで俺が言うんですか。あ、持ってきてるんだね、チラ見せでね、はいはいはい、こんな感じで今日は、いや何だったんだろう今の、こんな感じでなんかポップ、はい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 、ポップですね。タイトルすらわからないっていうね、うん、タイトルベストルート5、いや、こんな感じでこの辺でいいですか。ザ・ベスト・オブ・ルート5です、ね、あ、ごめんなさい、あ、間違っちゃいましたね。ジ・ベスト・オブ・ルート5ですね、すみません、はい、ベストアルバム、うん、そうですね、私がこのルート5という、ね、グループからね脱退するんですけど、はい、そうなんですか。それの最後の、あ、なるほど、はい、私がいる最後のアルバムになっておりますね。はいはいはい、はい、売れてるかどうかは知りません。いや、そんなこと言わないでください、ね、まあでも今日それ宣伝も兼ねてね、はい、9月30日からもう発売しているということですね。はいはい、はい、そうですね、じゃあ早速プレイしていきたいと思います。あ、もう行くんですか。はい、行っちゃいます、はいはいはい、大丈夫ですか、行っても。行っちゃいますか。終わりました、行きますよ。はい、じゃあゲーム画面出ますでしょうか。はい、ゲーム画面何なんて、 なんて最近口回らないちょっとね、なるほど、口が回らない、脳に障害出てきたかもしれない。いや、かわいそう、それは、ね、病院行った方がいいよ、うん、かわいそうって適当すぎるでしょ。雑だわ、俺モンスターファーム初めてなんですけど。マジ俺1はねめっちゃやった。本当ですか。2は、2はねやってない。俺なんかこの子、このなんかピンクの子しか知らない、見たことない。え、何も、かわいい音楽、今僕がコウスケがプレイしてます。はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。まずこちらにお名前をお願いします。あ、名前は何にする、名前どうします。じゃあ、打足あやたんこうすけだから、え、それ全部入れる、打足でいいんじゃないですか別に。やだよ。あ、まあでも打足の冠チャンネルだからねこれ。ドグマにしよう。あ、終わりました。うわー、やる気失せた。じゃあソフレにしておきます。カタカナるよ、ソフレにしときますか。ソフレって何？え、ソフトフレンドだっけ、なんだっけ、ソイネフレンドだった。そうだ、ソフレンドってソイネフレンドソフレンドってただ大して仲良くないやつ。え、ソイネフレンドってさ欲しいんだけど。え、それでドグマさん荒れたからダメだよ。本当募集したの？あ、ドグマさん募集してるから行ったら、あ、応募すれば、うん、応募すればそれはちょっとドグマとソイネフレンド、ドグマさんとソイネフレンド、それはちょっと微妙ですね。欲しいんだけどって結構問題発言だと思うけど。あ、本当？そう、なかなかいないから。だって、あ、ドグラ、間違えた、もうドグラで、ドグラでいいや、ドグラで、ダメ、じゃあドグラって人いるからダメ、ごめんなさい。これどうやって戻すんだ、罰かな、罰、ブーすごい、罰みたいな音して、戻るでいいんじゃない。ドグマ、はい、カサミまで行きます。いや、いらないでしょ、いらないですか、カサミまで行ってほしいって。じゃあ、オッケー、はい、決定、はい、男、はい、じゃあ決定、これいきます、はい、ドグマさん、いやだわこれ、新しくブリーダーになる方ですね。いや、タイプ検査を、行いますので、何何何何、お答えください。じゃあこれ、じゃあ打足さんやってください。はい、はい、この安全か、あ、これね、はい、これドグマだと思って、あ、じゃあそうそう、ノー、これノーですね、ドグマさんノーですね、はい。世の中には命をかけてもやらねばならないことがある。これはイエスだな。これドグマさんやってますね。もう今生配信ですからね、はい、
イエス。イエス。これなんか3人だから即答できるイエス。イエス。はい。いや違うね、これは違う、これで先に食って、先に食って、つまみ食いするタイプだね、人の取るから、人の取るからね、あるそう、ある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 、あいつメンタル弱いから、すぐすぐね、ね、あの LINE とか送ってくるから、あいつな、はい、人にすべきだよ、でもこいつはノーだな、いや案外ね、気づかないから、気づかない、気づいてない、え、天然嫌なことするってこと、そうそう、ほんと根っからのにね、いいやつなんだけどね、そう、いじめっ子体質だから、 AB 型だからね、ノーノー、はい、ちょっと続いて、絶対にノーノーね、ソフレソフレノーいや、これイエスでしょこれイエスでしょ、いや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 、あ、これはやつだな、うん、これやってますね、絶対放送配信ではね、やるから、NO! これ NO! 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 これ即答ですね、 NO! 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 はい、お疲れ様でした、あ、これどんなタイプなんだよね、少々お待ちください、これね、でこれで何が影響あるの、え、わかんないけど、ブリーダーのタイプ、いやー、ドコマさん、お待たせしましたあなたのブリーダータイプを、調教女子に説明しましたよ、はいはい、この子、あー、まずいですよ、女の子は、やばい、女の子はまずい、ソフレだ、ソフレ、え、でも見て見て、点数めっちゃ高い、この子、本当だ、すごい高い、少々慌て者なところはあり、まあ、でもそういう子好きかもしれない、今のやつでこの人が決まったってこと、今のブリーダーが決まったってことか、影響は特にないです、だって、あ、ないんだ、はい、じゃあ行こう、もう次うん、次行こう、まだちょっと子供っぽい、あ、まあこれ行きましょう、ね、で、この子が、はじめまして、ドグマさん、コルティアです、はい、コルトって呼んでください、コルトちゃん、はい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 、おドグマさん、よろしくお願いします、なんか、かわいそう、なんかやっぱ嫌じゃない、なんかね、出てくるの、こうやってまた騙されてくるんだろうな、うん、やり直す、やり直します、やり直すか、なんかすごい汚いおっさんとかがブリーダーがいいな、ね、うん、資料ってなんだろう、私ってまだ新人なんですよ、ドグマさんもブリーダーになったばかりですよね、なんかわかんないことってありますか、あ、これはですね、一応ちょっと事前に、はい、プレイして、はい、この辺は見てるので、じゃあもういいで、いきます、はい、はい、いいのかな、イエス、心配してるね、それじゃあ私たちのモンスター探しに行きましょう、じゃあこれで今回あれでしょ、その、うん、僕らが事前に用意した CD を、そうだよ、読み込んで、そう、 CD をね、ちょっと思い出のある CD と題しましてですね、はい、はいはい、皆さんにちょっと用意してもらったので、はい、お二方に、あ、なるほど、はいはい、持ってきましたよ、はい、じゃあそれも行くと、なので、はいはいはい、そうですね、じゃあまずは早速ちょっと持参してもらった CD で召喚してもらおうかな、じゃあ早速いいんじゃないですか、これいって、うん、それはお前まだ、まだですか、まだ、まだみたいなもん超えていくから、そうそう、バンってやめてやめてやめて、まず、はいはい、まあ、誰のからいく、私実は持ってきたので、あ、じゃあ、一番ぬるいところからいこうかなっていうことで、 MC 特権、これこれこれ、あ、これ持ってる、じゃあまず見せた方、見せた方、ドートリーですね、好きなのこれ、クリス・ドートリー、はい、アメリカンアイドルで4位になって、はい、あれ、あ、やばい、やばい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 、むし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 、ドートリーが、でもね、ドグマさんっていうブリーダーがいいんだよ、お前ら楽しそうにやりやがって、ね、このドートリーっていうのはね、アメリカンアイドルでね、4位だよね、ルートコの打足やないか、そうそう、4位になって、ルートコの打足やないか、落ちたんだけど、その後はこうデビューしてね、デビューしたんです、全米ナンバー1回になって、エイツの当番超いい顔映ってないですよ、セキュリティちゃんとしろって、はい、セキュリティちゃんとしろって、というわけで、じゃあこの CD をね、はい、早速インストールしたいと思います、はい、今モンスターファームやってるんですよ、モンスターファーム、あ、モンスターファームいいね、はいはい、私のソフレってことになっちゃった、いや、なんかこっちからお断り、ソフレはちょっと待って、ソフレ、最初このブリーダーの名前をソフレかさみにしようっつって、いいよやってたんですけど、ソフレって何って言われたのって、ソイネフレンドだよって言ったら、え、なりたいって、なりたいなって言ったよ、欲しいって言ったもんね、だって俺がお断りやもん、ドグマさんのじゃないから、ドグマさんのじゃないってどういうことやねん、ドグマさんはソフレとしていらない、俺共演者大体ソフレにするパターンやろ、飛んできた、ついた、お前チンコ叩くな、お前痛いな、お前はそんなこと言ったらお前帰るわ、もう寂しいから、なんかもっとあっただろ、ま、だこの後俺の方番組、ね、ないよないよないです、ない、中止、中止です、中止ですすごいな、あの人でも結構入りが早いです ね、 ねちゃサクッといきましょうか、サクッと、ね、はい、今私の CD を召喚、はい、ちゃいましょう、インストールしました、はい、今やりました、はい、ドートリーさんはですね、はい、もう結婚してましてね、そうです、すごいふくよかな女性と、
幸せな幸せな家庭を築いてます。気づいております。いいのかな。じゃあこれね、開けました。お待たせしました。それでは誕生させます。はい、はい、じゃあまずこちら、こちらのシリーズの改めて、はい、ハゲです。はい、ハゲの人。そうです、はい、私がカナダに住んでた時に聞いた CD、 そうです、初めてゲッツした。ゲッツした、向こうで、はい、ずっと聞いてましたね。おさあ、そんな思い入れのある CD がアメリカンアイドルっていうやつ、予選から俺ずっといつも見ててね、すごい良かったね。へえ、途中で、ね、負けてたんだ、うん、ああ。あ、いや、なんか弱小的な、すごいなんかあの野菜みたいな、可愛いの、これ強い、みんな可愛くはないね。これライガーシュ、ライガーシュってみんな言ってるよ。あ、どうなの、え、王って言ってるよ、みんな。育てやすい、育てやすい、へえ。よく出るやつ、よく出るやつだって。あ、よく出るやつ、いい子だって。あ、ちっちゃい、え、そんなちっちゃいの、ちっちゃ、なかなかかっこいいね、ちっちゃ。連れて帰りますか、イエス。じゃあとりあえずイエス、はい、はい、それとこの子に名前つけ、あ、あ、名前なんですけど、ね、名前何がいいかな。ソフレ、ソフレ、ソフレでいい、ソフレでいいよソフレにしよう、カタカナで。あ、育てていくうちに大きくなっていくんだね。なるほど、でみんな最初ちっちゃいんだ。じゃあソフレ、そしそしそ、ライガ系ははてなはてなはてな以外夢ないそんなこと言うの、ね、夢ないってこいつ。夢あるよ、カナダでね、大事なね。そうだね、思い出の CD、 思い出の CD やったんですから。ソフレって言うんだね。じゃあこの名前で登録しておくね知らないね、これ知らないって怖いね、知らないって怖いね、大きな声でソフレって言ってたよ。コルトちゃん知らないからコルトちゃんソフレって知らない。工房に行きましょう。それで、はい、じゃあまず1匹目はとりあえず、今は1匹以上持てないんで、はい、冬眠させて、ね、はい、冬眠させて、じゃあ次の、はい、冬眠しましょう。はい、白いな、生まれたばっかなのにすぐ冬眠、本当に冬眠させんだなって言って、ちょこっと、どうなの、カチン、あ、ひどい、なんかもう回避伸ばせば相当強いって。あ、へえ、すげえ固まったね。じゃあ、ちゃちゃ次行こう。はい、じゃあ、ちゃちゃちゃ、じゃあ次は、じゃあゲスト、はい、じゃあ僕行きます、はい、お前、じゃあ今回何持ってきたの、じゃあ持ってきた、まずは画面、はい、こっち、ゲーム画面じゃなくてその画面になりますか。ここじゃない、ここだよね、はい、お前テレビの画面にそれ映そうとしてただろ。何ですか方向性的、こういう感じだそう、こうやってやろうとしてた。はい、まずこちら、僕の大好きな、ビーズのベストアルバムですね。はい、最後って言われてるね、もうこれ最後なんじゃないかと、今度こそ、今度こそこれが最後なんじゃないかと。はい、まあ何がいいかっていうとですね、ミュージックビデオがなんと27曲も DVD 入ってるっていうね、これとてもいいアルバムとなっております。はい、これとですね、もう一つ用意したのが、はい、こちら、やだ、ゲロ、ね、あれですね、メジャーデビューシングル、はい、ビリーブドサバイバル、はい、こちらでございます。で、なんで俺買ったのか全く覚えてないんですけども、家にあったので、開けたの、これちゃんと、あ、ちゃんとね、なんかアニメとかどっかで書くとこうちゃんとこう CD ケースみたいなのが iPhone に入ってるでしょ。いや、入ってないです。はい、待ってないです。なるほど、はい、その2枚ですか。はい、こちらの、まあ、どっちかでいこうかなと思うんですけど、どっちするの、はい、どっちからいきますか。まあ、1枚入ってるハートだよ。あら、あ、これゲロさんなんですか、やっぱこのハートだし、うん、これにしてみます。じゃあ行きましょうか、それ。ゲロちゃん、かわいいね。特典ディスク、あ、DVD だこれ、こっちだ、CD だね、うん、そうだね、あ、またハートだ、かわいい、あ、かわいい、じゃあこれセットします。さあ、こっから何になるか、この CD を見て誰もゲロちゃんの CD だとは思わない、うん、確かに、うん、そうだね、女の子なんで、その後にね、出てるのはね、なんか変な猫のね、うん、我が輩は、はい、じゃあ、ね、はい、じゃあこれで、はい、じゃあセットして、じゃじゃんじゃん、はい、じゃあいきます。おーい、いけいけいけ、ちょっとね、あ、そうかね、なんかでもなんかスタッフさんによるとなんか DVD も反応するらしいですね。あ、そうなんだ、へー、ね、本当だ、 DVD もブルーレイもブルーレイも反応するの、すごい、ね、どんだけ未来のゲームなのこれ確かにすごい、ね、どこを読み込んでるのなんとなくじゃ、はい、はい、じゃあ、はい、買いましょうか。はい、よし、で、2のディスク、あ、そっか、ディスクないんだね。はい、お待たせしました。さあ、どうなるか、ちゃう、さあ、何になる、うん、頼むぞ。こんな笑顔だからね、ほんと、こんな笑顔だから、やばい、かわいい、相当いいモンスターが出るはずですよ。あれあれ、あ、来た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 、びっくりした、今固まったか、昔のね、ゲロリンが嫌すぎて落ちちゃったのかな昔のゲームはね、結構、ね、読み込みがあれですから、なんだろう、来た、お、何この気持ち悪い、何これ、何これ、虫、何これ、これゲロ、コロペンドラって、
ゲロ、これゲロ、よく出るやつって書いてある、かわいいモンスターですねって書いてあるよ。もうなんかもう惹かれてんじゃん。おいおい、なんだよこれ、見たことない、すごいもん、私も全く何これ、嫌なんだけど。ゲロからゲル派生出た。何これ、登録手続きてる、って言われてた。もういいか、もうやめとこう。まあ、でもライフとかさっきのライがよりは強い、かわいそう、まあ、一応登録しとこう、うん、そのこんな望まれない子供みたいな、嫌だな、まあ、ゲロでいいでしょ、ゲロでしょうね。ゲロじわる、ゲロ派生だね、ゲロ派生、ゲロ派生、これ ABCD のパターンか。いけ、よし、はい、じゃあちょっとお名前登録でそのもろもろやってる間にちょっとゲームの概要を説明してください。はい、はいはいはい、1999年に発売された育成シミュレーションゲーム、実際の CD を読み込み、さまざまなモンスターを召喚するというシステムが世間を驚愕させた作品の第2弾となっております。今作でですね、 CD から召喚するモンスターの種類はなんと300種類以上。あ、ほうほうほう、なんかわーとかなんないの。あー、超アーサー、300だよ、300、はい、でモンスター同士が闘技場でバトルをするということが人気を博した世界観になっており、プレイヤーはモンスターを育成するブリーダーとしてさまざまな大会に挑戦をするということです、うん、はいはい、でフリープレイ対象期間は明日10月7日からとなっております。はい、わかりました。はい、あれ、これあれですか、打足さんのはやらなくていいんですか。じゃあ次はまあちょっと連続でいっちゃいましょうよ、もういいですか、うん、じゃあはい、じゃあ続いて、じゃあ僕こちら、はい、ビーズのベストアルバム、はい、いきたいと思います。お前なんか安定しないね、ビーズっていうのがビーズ、あ、ごめんなさい、ビーズ、ビーズです、ごめんなさい。僕さ、テレビとかでさ、ビーズの正しい発音はビーズであるとか見てから意識し始めて直したタイプね。え、ちょっと待って、やめて、今すぐもう戻ってたよ、そう、やめて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 、ビーズです、にわかじゃないです、今年もライブ行きました、行きました、京セラライブ、京セラライブのザ・エピクで行きましたよ。もう誰もコメントもしてるの、ゴーレム来たとかも全然違うもん、はい、もう、はい、じゃあこちらでも CD3 枚入ってるんで、うん、そう、 DVD じゃないの、 DVD で行きます、 DVD もあるんですよ、 DVD はなんか同じのになるみたいなこと書いてあったよ。あ、本当ですか。へえ、したらじゃあどっちにしようかな、好きな曲が入ってる方にしよう、うん、じゃあ、はい、じゃあディスク1、さすがに CD1 枚ずつわからないでしょ、そんな、聞いてねえ、いや聞いてるわ、ゲロさんより聞いてるわ。だってベストさ、だったらさ、多分さ持ってるはずだし、ね、確かに確かに確かに、iTunes とか iTunes 登録してあるはず、そう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 、そうなの、その CD あれ、ん、ああ間違った、ね、間違った、まるま、ごめんなさい、はいはいはい、はい、セットしてくださいね、すいません、着々と時間は過ぎていく、大丈夫大丈夫大丈夫、もうやばいよ、全然余裕あるから、もう予定の時間を過ぎてるよ、うん、まあね、なんかちょっとあのコウスケが結構リードしてるんですけど、はい、あの打足の冠番組だから、そうだからね、いや打足さんがずっとだって見切れてんのもさっきから、そうだよ、だって俺台本に喋るとこないし確かに、ほとんど、まあ、確かにほぼあやたんだからね、 MC は俺って書いてるけどあのセリフ全部あやたんって書いてある確かにMC の、 その中の略は何を略して MC にしたのか先に教えてほしい確かにね、そうそう、あ、来た、はい、ダステル君の時もそうだったんだよね、基本私が喋ってるというね、あ、本当にね、はい、コウスケの顔がでかいねんって書いてるそうなんだよ、関係ないでしょ、どこが今関係あるんですか、ゴーレム出るかもね、ゴーレム、いいよ、でもね、顔でっかいやつ、ビーズのビーズの CD ですからあ、相当いいやつが出ますよ、はい、こちらドン、あ、似てんじゃん、本当だ、あ、あれこれ強いんじゃない、相当これよくね、あーあみたいな、強いの、何これ、どうなるこの反応、みんな超強いですって超強いの、やった、桜ジーヤだって、これ強いの、これあれじゃない、だってあのモンスターファームの表紙になってるやつの、弱いっておじいちゃんバージョンみたいな、弱いって、強い強い弱い、あ、どっちだこれ、うん、振りかな、面白そうなモンスターですね、これ振りかな、みんなが、うん、ライフ見て、ライフ、いやでも大丈夫、ほら他やばいよ、あ、でも回避高いね、賢いね、回避高いからもう、うん、一方的に攻撃するタイプだろうね、桜ジーヤ強いって、よしよし、アーケロ系は強い、寿命が長い、名前は、名前どうするの、名前は、うん、何なの、好きな曲は、好きな曲はね、この中だとね、うん、ゴールドかな、うーん、じゃあウルトラソウルでいきましょうか、あ、それ知ってる知ってる知ってるわ、ウルトラソウルでいきましょう、歌って歌って、え
早くして。そして、すごい、はい、嘘って書いちゃったもん。じゃあもう嘘でもう行きましょう。もう俺のにわかかな、もう、うん、お前嘘ついて。嘘って言うんだね。おい、ビーズのファンじゃないわ。ビーズのファンじゃないわ俺。はい、はい、じゃあこれでどうすんの、こっから。じゃあもうそろそろ俺のキャラクター行く、はい、行きましょうか。じゃあ、はい、じゃあ工房行って、じゃあ今のうちに、じゃあ、はいはい、じゃあちゃんとねジャケット見せてくださいね。はい、こちらじゃあ、はい、じゃあもうゲーム画面じゃなくて普通のカメラ画面にしてください。なんか爽やかだねみんなね、急に爽やかになったんじゃない。もうね、青くんね、うん、すごいから、もうフォトショップが、フォトショップがとか言うんじゃないよ。どうなってんのこれ、これが CD か、 CD1。 よし、こっちだな。あ、2枚入ってんですね。じゃあまず1個、はい、1個いきましょう。こっちからいこうかな。うん、凍結した。はい、今凍結しました。これは、はい、じゃあコウスケお願いします。ディスク1を。ディスク1を。私めの。いやもう超綺麗だねこれ。すごいでしょ。女の子じゃん、早速これ。すごいでしょ、うん、これね。それを見せなさいよ、せっかく。さっき見せたもんね。ちょうどゲームこっちも近いし、もう暗くて何も見えないもん。さあ、そしてじゃあ行きましょうか。はい、あ、そう、髪の毛茶色くなったよね。ちょっとそろそろ染めよう。はい、行こう行こう。何それで確認してんの。え、言われたの。はい。チェック中。お、リード中ですよ。CD のチェ、リード中です。チェ、言い間違えた。ね、チェ、リード中です。はい。はい、じゃあ終わりました、ね。はい、戻します。よっしゃ、来いや。はい。もう絶対みんな大絶賛のやつが出るよ、これ。はい、うまい。え？え？レアなモンスターって感じが出てる。レアなモンスターのかどういうこと？何？あーって見ないだけど。条件付き解放してない裏技を使うんだ。なんだよ。何裏技って何それ？公式ならいいけど。いや、イベントを達成しないと再生できない。あ、じゃあ何、相当強いモンスターが出たってこと？いいのこれ、いいやつ？解放しない。じゃあもう一個の、じゃあちょっと普通に沿っていって、もう一個があるんで。じゃあもう一個、もう一個。じゃあ CD 2枚目の方いきましょう。もう一個の方大丈夫じゃない？強いとは限らないって書いてある。あ、そうなんだ。そうなんだ。でもレアなんだね。はいはいはい、なんだよ。でもう一枚あるんでね、こちら。はい、じゃもう一枚でしょ。はい、はい、行きましょう。行っちゃう。強いとは限らないんだね。じゃ行きます。はい、お願いします。これすごいだろうな、みんなで多分これも当時は CD 持ち寄って、 CD のチェッまた噛んだ、ね、また噛んだ、せっ。はい、モンスターバブル、よっしゃ、はい、はいはい、丸連打するから、バカ野郎、バカ野郎、指紋つけたんじゃないのかお前。つけてないですよ、べったりつけてましたね。あ、今ツバがついた。なんか俺に対する、またあれ、残念ですけどこの珍しいモンスターはなんだよ。さすがルート5ですね。もうザ・ベストオブルート。なし。はい、打足さんはこれダメですか。ダメみたいです。はい、え、なし。打足さんのモンスターは登録できません。マジのやつよこれ。は、じゃ あ、 とりあえず、まあ、時間もなくなってきたので、マジで、まあまあまあ、まだありますからね、我々のね番組は、ね、なるほどね、はい、はいはいはい、はい、まだ今日だけじゃないので、はい、はい、じゃあとりあえず私のライガー系と、うん、あとコウスケに似てるの2体でいきましょう。あのゲロと、ゲロと、はい、嘘、ゲル系とジーと、はい、ゲル系で、アンケートかな、アンケート取るのかな、ね、じゃあ、はい、こちらじゃあアンケートいきましょうか、はい、あ、視聴者の皆さんでこの中のモンスターから、はい、まあ、私とコウスケですね、結果的には、うん、まあ、どの子を育てていくかというのを決めていただきたいのです、うん、なるほど。なのでアンケート出ますか。アンケート、あ、出ましたね、はい、あ、これね、名前が最悪だな、本当に運営さんがね打ち込んだんだ、ね、まあでも本当に勝ちに行きたいんだよね。目標はなんだっけ、なんか大会とかになんか出るよね。そうね、うん、だから勝ちに行きたい。そうや、名前が綺麗に全部ひどいね。いや真ん中ひどくないでしょ別に。じゃあ皆さん、そうか、いいですか、いいですか、さあ押したら OK とかちょっとくださいよ。みんな OK 大丈夫、よっしゃ、ガチでいいかな、いいかな、いいかな、 OK、 OK、 いきますよ。じゃあ5、4、3、2、1、どうぞ。さあ、誰だ使うのは、おゲロ、ゲロリン人気だね。だってさ、3番が強いんでしょ。3番強いって言ってたじゃねえかよ。絶対これわざとだろ。真ん中ってイモムシだろ、おろろろとか言われて名前で選んだろ。まあでもしょうがない、まあまあ、じゃあ行きましょうか。で、はい、2番のゲロ、コメントわざとだよ。アンケに文句言うなよ。ゲロさんをプレイする前に前に、はいはいはい、あ、そうだった、なんだっけ、そうだ、
ここで一旦 CM に参りましょう。急だな。見てください、どうぞ。